はい、こんにちは。ゆっきーです。今日はね、じゃん！森永の小枝白ノワール味。こちらを買ってきてみました。はい、買い物に、ね、行った時に、ちょっと売ってたので、ちょっと買ってきてみました。はい、米田コーヒー店監修白ノワール味ということでですね、はい、以前この小枝じゃなかったんですけど違うお菓子でね、この、米田コーヒー店監修のお菓子があったんですよ、コラボの。それをね、以前やったことがあったんですけども、今回ね小枝で発売されたということで、前々からね、結構お買い物何回か行ってて見かけてたんですけど、買ってなかったんですよね。で今回ねちょっと買ってみようっていうことでちょっと買ってきてみました。早速、はい、早速まあ早速ね食べていこうね、こんな感じ大きくするとね、なんかこれは僕は何これこの大きいね袋のやつなんですけども、小枝ってさ、この箱のやつがあるじゃないですか。箱のやつも出てるみたいだから、これもあれみたいだね。こういうお得パックみたいなのと、あと普通のこういう箱のタイプ両方あるということみたいです。コンビニはこっちっていうよりかは多分箱の方なんでしょうね、コンビニの方は。でスーパーには一応まあ両方あると思うんだけど、僕が行ったところは見かけたのはこれがあった。箱の方は見当たらなかったような感じもするけど、開けていこう。早速食べていこう。はい、今ね開けました。中こんな感じ、いっぱい入ってるよ。ちょっと見えるかな、こんな感じでいっぱい入っている。ちょっと香りこのままするのかな。わかんないちょっと取ってみますね。はい、じゃーん。ちょっとね取ってみました。あ、逆じゃないね、こんな感じです。わかります？パッケージはオレンジっぽいのパッケージしてるんですね。で1袋に4本入っていて、1つずつこう梱包されてますね。こんな感じです。色的には白い、白い色をしてる小枝。ホワイトチョコというか、なんていうの、パンケーキなんだっけこれ、白ノワールってね。なんだっけ、この上に乗っかってソフトクリームみたいなやつ、あれ風味なのかどうなのか、食べてみたいと思います。早速。静電気でなんかここチョキってやったら静電気で手にくっついて取れなかった、なかなか。はい、今切りました。あ、なんだろう、なんかねパンケーキっぽいような香りもするし、なんかねシロップっていうのかな、シロップっぽいようなね匂いもしなくもない。なんか白っぽいシロップ、合ってない、シロップっぽいというかパンケーキっぽいような感じの香りが、いい香りがでもします。ちょっと1本取ってみて。はい、こんな感じです。あ、白いからわかんないかな、飛んでるかな、どうだろう、大丈夫かな。はい、じゃあ1本ねちょっと食べてみたいと思います。いただきます。なんていうのかな、なんかねシロップっぽい味がするかなと思ったんだよ、最初食べた時にね。だけどシロップっぽいというか、なんていうのかな、上に乗ってるソフトクリームともまた違って、なんていうのかな、パンケーキみたいな感じでさ、なんつうの、上に乗っかってるなんつうの、生クリームだっけ、ソフトクリームだっけ、忘れちゃったけど、それになんかパンをつけて食べたような、あんなような感じ。このあ、そうそう、この絵柄で、これ一緒に上の乗っかってるアイスだったよね、確かね。アイスだと思ったんだけど、これと下のパン生地、このパンケーキ合わせて食べた時の味がする。美味しい。さあ、多分アイスだと思ったんだけど間違ってたらごめんね、クリームだったらごめんね。でもねこれはね美味しい。なんて言ったのかな、このなんていうのかな、白ノワールの商品とこの今回の小枝、現物のちゃんとした白ノワールとの食べ比べはしてないから何とも言えないんだけど、あのね、かなり美味しい。なんていうのかな、本当にパンケーキ風味なんだけど、その中になんていうのかな、ちょこっとなんかシロップも足したような、シロップ感のあるような風味。うん、美味しい、これは。もう一個食べてもいいね。もう一個食べてもいいねっていうかさ、僕、大体さ、なんか動画撮ってる時が大体なんか、ご飯食べた後とかだったりするんだよね。2本。このね、甘さだけじゃなくて、なんていうのかな、なんかね、クリーミー感なんだよね。クリーミーなんだけど、なんだっけな、なんつうの、そのパンケーキ風味のちょっとシロップが混ざったパンケーキ風味みたいな感じで、口の中にほわーっと広がってね、これは美味しい。ちょっと待ってね。はい、お待たせしました。今ね、荷物が来ちゃった。Amazon さんからね、定期的にちょっと毎回頼んでるもの、まあ親とかにも頼まれてるもので定期的に頼んでるやつがあって、定期になってるコードがあって、それがね、今日なんと来ててさっき持ってきてくれました。どこまで行った？あ、そうでね、これやっぱすごい、そのさっき言ったパンケーキ風味もして美味しい、ちょっとなんていうのかな、シロップっぽいようなやつも混ざってるような感じもするんだけど、クリーミー感もあって美味しい。これはね、なんていうのかな、こういうパンケーキ系が好きな人、アイスクリームとかと一緒にパンケーキを食べたりする系が好きな人とかでも結構美味しく食べられるんではないかなと思います。すごい美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、今日はですね、こちらです。はい、森永から出てます小枝白ノワール味ということでですね、こちらコメダコーヒー店監修の白ノワール味を、お店でね、こういうの見かけたのでちょっと買って食べてみました。さっきもね言ったように、非常にすごいクリーミーなんだけども、このなんていうのかな、パンケーキ風味の中にちょっと、まあ、シロップ混ざったような味になってるかと思うんですけども、すごい美味しかったです。毎回僕こういう動画撮るときって大体ご飯をちょこっと食べてたりすることが結構多くて、あまりお菓子の量とか食べなかったりするんですけど、それでもね、まあね、おやつとかには本当にパクパク食べられる美味しさだなと思いました。これはね、僕好きですね。はい、気になった方はですね、先ほども言ったようにコンビニにもあると思います。コンビニは多分こういう箱タイプみたいなのが、主に置いてあるかとは思うんですけども、2種類あるので、この袋のタイプと箱のタイプという2種類あるのでね、どっちもあると思うので、気になった方は是非、食べてみていかがでしょうか。皆さんも、はい、チェックしてみてください。ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録も是非是非よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。またねー、バイバーイ。